自民党が旧統一協会と接点があったとして公表した広島関連の国会議員は3人その3人が今日今後関係を断ち切るなどのコメントを出しました,た昨日、旧統一協会や関連団体と関わりがあったとして自民党が公表した121人の議員広島関連ではいずれも衆議院議員の寺田実総務大臣小林文明議員 石橋林太郎議員の三人が含まれていました。四年前、知人から関連団体の会合に誘われ。会費二万円を支払った寺田大臣。旧統一教会とは知らなかったとした上で。う旧統一教会並びに。関係団体と。とはですね。一切関係を持たないことをですね。しっかりと守っていきますと。一方。 関連団体の会合で挨拶をしていた小林議員広島テレビの取材に事務所を通じ自身の責任ある立場を改めて自覚し相応の対応を取っていくとコメントしました同じく関連団体の会合で挨拶した石橋議員は認識はなかったが軽率な活動だった今後は慎んで対応していくとしています自民党県連の 中本会長代理は、はい、関連団体でこうだったんだと聞かされて、まあ本人もびっくりしているような方も実際はおられるのではないかと、一人一人が自分のどのようなことで関わってきたか、これを説明する、まあこのこのとと。が絶対必要だと名前を公表された議員が説明責任を果たすかどうか、今後の焦点となります。